さあ、買ってまいりました。世界一大きいマリコ峠の大たい焼き。パッケージがこのようになっております。でっか。天然物だったね、ちゃんとね。養殖できない。なんか一匹ずつ焼くのが天然物のたい焼きっていうらしいですね。こう連番になってるのが養殖っていうらしいです。さあ、開けてみますよ。えい。よいしょ。これこういう感じで、この大きさだよね。あのカット用のナイフがついてます。これ付属品みたい。手がこうなんで、このぐらいの大きさです。いや、このタイ釣れたらなかなかのもんよ。ということで、すげえ重さを測ってみたいと思います。はい、どうやって測ろうか。体重計。体重計、うん、OK。 じゃあ、うん、ゼッキーの体重をまず測ってから、これを持って乗って、うん、差を出せばいいね。はい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 、66.1kg。 言うなって。はい、じゃあね、一応下の、そうね、これを、あ、下もしっかりしてるね。持っていただいて、これ持って、はい、乗ります。乗ってください。ちょっと待ってよ、 69.1kg。 ということは 3kg です。おー、これが世界一。うん、世界一、ね、うん、ちなみに世界8位っていう中途半端なたい焼きがありまして、うん、こちらが世界8位のたい焼き、26センチ。ここに乗るぐらいの、こんぐらいですね。全然違います。重量感、あの、はい、縮尺しましたみたいな感じになってます。はい、なので一応今日はね、静岡で世界一を見つけたので、さあ食べましょうですね。カロリーを調べました。ほうほう。普通のたい焼きは 100g で約220キロカロリー、うん、ほどなので、うん、3キロ、うん、っていうと6600キロカロリーですよね。うん、で、2人で半分ずつ食べるとすると、うん、3300キロカロリーですよね。うん、無理だ。じゃあ、これを食べていきます。付属のナイフでね。付属の、あ、ちゃんとしてる。頭から食べる派、尻尾から食べる派。これ内臓から。真ん中割っていきなりあんこいくタイプね。いや、内臓だけ美味しいところってあんこだけ。とりあえず、うん、どう切ったらいいか分かんないけど、うん、この辺を切って、うん、これをまた半分に切るじゃん、うん、なんかどら焼きみたいなね。どら焼きみたいも。じゃあいただきます。うん、重い。重い重い、一口目から重い。まあ生地結構しっかりしてて、薄めの生地でね、食べやすいよ。あんこも甘すぎなくて、うん、しょっぱさがあって、上面はさ、パリパリでさ、下面がしっとりしててさ、うん、これうまいね。めっちゃうまい。この、この食感がいいね。うん。こうやって食うのがいい。うん、しようかな。俺ここを。ヤモさん？ん？また可愛く切ったね。くれたのね。ありがとう。俺ここ行こうかな、じゃあ。側線から上？で、側線から下行って。こいつ側線かなり下の方にあるんだよ。
新種だから待って、何分そうやってごまかして食ってないの？大丈夫、編集でキュッてするから最低もういらないぐらいになってる、うん、ちょっと一発するわあ2服目だよ、あなた。まあ、結論的に食べきれませんでした。そんなテンションでいい？よくないよ。チャンネル登録よろしくお願いします。